おはようございます。6月8日第289回ポゴナカワイアニマルラジオになります。今日はね、関東草亀の自家産の、CB です。だいぶね大きくなってきたんで、まあ、成長記録的な意味合いも込めてちょっとなんかケバケバがついてしまっているのでお見苦しい部分もあるかと思いますが、まあ餌をねすごい食べるので、去年の10月ぐらいに生まれて8ヶ月ぐらいですね。で、おっぽもなんか太くなってきてるんで、おそらくオスじゃないかなという感じなので、目論み通り、オスになってくれるといいなと。完品のね、綺麗なオスをね大事にちょっと飼いたいなと思っていたんで、まあそれが自家産でねできるのであればすごいベストなのかなと思います。あとはどれぐらい色が乗ってきてくれるかっていうのは、まあこれから買い込んでいかないとわからないのかなと思いますけど、ただねオス親は結構綺麗な個体なので、まあ期待していいのかなと僕は思って、育てています。関東草亀ねそんなに人気がないんで、綺麗な亀なんですけどね、ただアダルトのねやっぱオスっていうのはそんなに見る機会もないんで、まあその辺も影響しているのかなとは思ってしまったりするんですが、まあただ黒い亀って言われてしまえばねそれまでなのかもしれないですけど、ただ本当にね成長した姿は素晴らしくて、草津熱帯圏さんに昔ねなんかのね池の中に1匹ポコンといるんですけど、すごい婚姻色出てて真っ赤で綺麗だったんですよね。で2回目行った時に見つけられなかったんですけど、まだいるのかわかんないですけどね、あれはいい関東のオスでしたね。なんでそういうのがねちょっとちょこちょことどっかにいたりするんで、あとはフィードオンさん、ね、南千住のフィードオンさんと小山のね、ロイヤルホームセンター内のフィードオンさんに関東のね親物のオスがね結構いますんで、まあ、気になる方はぜひね行ってみてください。メスだとやっぱりちょっと地味になってしまうんでね、どうしてもこの亀に関してはオスの方が人気が高いのかなとは思いますが、ただオスの確率が低いというわけではなさそうで、オスが少ないよねっていう風な話にはなっていないので、まあ、安い CB を買って、ね、育てるのもありなのかなと思ったりもします。僕自身もそんなに高い金額では買ってないんでね、でその中で、面白い感じに育ってくれたというありがたい例の一つです。なので、この CB、ね、個体自家産個体が、まあ、甲羅も完璧に完品なんでね、綺麗なオスになってほしいなと思いながら毎日餌やりをして水替えをしてやっています。まあ、多少ちょっとねなんか変なのが生えてきちゃいますけど、まあ、そこはまあある程度育てば別にね大丈夫かなと思うんで気にせず、やっています。まあなんせね、餌の食いはすごいいいので、この個体に関してはもう本当生まれてすぐね餌実行飼料食いついてくれて、でどんどん大きくなってくれたんで、まあ本当苦労することなくここまで、来ました。まあ、監督さんが見ちゃえば丈夫なんっていう話に なるのかなとも思いますが、なのでね、非常にまあ、いろんな意味で飼いやすいのかなと僕は、まあ、金額的なもの丈夫さ、まあ、ただちょっと大きくなるんでね室内で飼うにはちょっと大きいよねっていう話になってしまうかもしれないです。でもね赤い発色がここまで綺麗に出る、まあ、今時点でも結構赤いんですけど、これがもっと激しく顔に模様が出てくるって考えるとすごい楽しみですよね。まあ、日本人ってね赤い生き物は結構好きなんで、正直関東草亀ね中国で人気が出た時すごい高くなりましたけど、それからそんなにやっぱり、まあ、その前もその後もねそんなにみんな関東っていう感じはならないので、まあ、なんでなのかなっていうふうに僕は思って不思議に思ってるんですけどね、こんな綺麗な亀なかなかいないよねっていう、話だと思います。でまあ野生個体がね昔はワイルドがね来てたんですけど、まあやっぱりご時世なのでねそういうものがどんどん来なくなって、ただその時にねワイルドを大事に飼っていた人たちが今国内でしっかり増やしていて、ね、その血をつないでいるような感じですね。なんで僕もその人たちが飼っていたね取った子供からさらに取った子供ということなんで、まあ関東草亀に関しては国内でね CB がしっかりできているので
まあ、今後も見通しは、ね、安心なのかなと思います。あとはね、その次世代をつなぐようなブリーダーさんがちょっとずつ増えてくればね、まあ、うちもねとりあえず増えてはいるんでね、こういう感じで、いろんなところで増えていくと、まあよく見る亀でいてくれるのかなと思います。正直そのね、高くなってほしいとかっていうのも分からなくもないんですよね。まあ、例えばじゃあこれで監督さんが50万になったらさ、それはそれで嬉しいんですけど、ただそうするとね、国内で需要が賄えなくなってきたりして、ね、とかになっちゃってね、結局国内で見れない亀になっちゃったねっていうのだと本末転倒だと思うんですよね。なので、まあ安価でもいいのかなって、安価の方が来やすくね、追加で違う輸血のね子供を買ってきて育ててやったりとかできると思うんで、まあ、トータルで繁殖を試みるって考えるとね、それがすごいベストなんじゃないかなと僕は思ったりしています。単品で生まれてきてね、本当に良かったなと思います。僕半水性のカメだと甲羅がねうまく育てられないんですけど、完全水性だとね、大丈夫なんだなっていうのが、よく分かりました。なんで、まあ、このままね、綺麗なオスで、お切れもしないように混泳させないで、ただね綺麗になったらメスにかけたくなるよねっていう気もするんで、その時はねちょっと挑戦してかけてみるかなとは思うんですけどね。まあ、噛まれちゃったりする可能性はあるんでね、ゼロじゃないんで怖いなと思いながらも、まあやってみようかなっていう気はしています。お腹の甲羅も結構赤いんですよね。でメス個体でね、もう子供の頃赤いんですけど、育ってってねアダルトぐらいになると結構なんですか、クリーム色っぽくなってしまう。まあ系統によって違うのかもしれないですね。なんかどこさんっていろいろあるんですけどね。ただまあどこさんっていうのに僕がそこまでね信頼を置けないっていう気がするのもあるんで、まああんまり気にしないでね、飼育しています。まあそこに関してはね、いろいろね理由があるんですけど、まあそういうのは調べていくといろいろ見えてくるよねと、まあ、やっぱり調べるっていうことは大事でね、まあまずその亀の歴史を調べてね、まあ、国内に入った歴史から調べていくと、あどうして関東がねその当時で安かったのが高くなって、でそして高くなってからねそういうものが出てきたので、ね、さあどういうことなんだろうねって考えると、まあちょっとご理解いただけるのかなと思います。そういう感じで、関東クサガメ我が家の大事なね、不可個体なので、さあ来年ねどれぐらいまで育てられるか、来年までどれぐらい持っていけるかっていうのをちょっとね試してみたいなと思っています。まずは完品のオスを、水槽に泳がして楽しみたいな。そして、ね、婚姻色がバリバリに出てるのを見てね、ほんとかっこいいなって思いたいなと思いながら今飼育していますので、まあ、ちょくちょく報告していきますので、ぜひ楽しみにしていただけたらありがたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。